はい、じゃあ早速ですけど柴崎さん、ちょっとカバンの中身って、僕先輩のカバンの中正直見たことないなと思って、特にこう柴崎さんなんか何入れてはんのよって気になって、はい、早速ですね、出してもらって急な企画で、ね、どんなカバンをそもそも使ってるのかも僕もあんまり知らない結構ね、そんなにあのこういうのって頑張りたいタイプなんですけど、ちょっと時間がなくてすいません、あの超普段通りなんですいません、生きてるやんこのいやいやコーディネートしてきてる、そう、一応あのカバンに関してはそんなこだわりないんですけど、あの全体のテイストと色味に合わせてちょっと変えたりとかっていうのは結構する方です、うん、なので、ね、茶色系の時は茶色系のネイビーの時はブルーとか、ね、はい、っていう感じです。今日はこのグレーのスーツやからこのカバンっていう風に、はい、カラーを、そうです、実は質問なんですけど、はい、毎日カバン変えたら忘れ物します、しますやっぱり今日もしてますあ、今日じゃあ忘れてるんですよ、めちゃくちゃ紹介したかったやつがないんで、ね、すいません、じゃあちょっと早速、はい、あの紹介ということで、はい、バラバラっと出していきましょうか、まあこの辺は電話ね、うん、電話、はい、皆さん持ってると思う、電話、電話って電話でしょ、あんま言わん、なんて言うの、あ、スマホ、あ、スマホ電話ですで、あとね、革小物、まあこの辺はちょっと好きなんでね、はい、あのちょっとこだわっていこうかな、素材感をちょっと統一させる感じで、バレクストラ、これはこう、あ、もう統一してるんです、小銭入れと札入れ、叩いて、名刺入れ、カードで、鍵いいです、うん、まあ一通りはあのこれで揃えて、うん、まあ別にあの揃えてますって言ったわけなんです、うん、はい、まあ、結構いろいろ、まあ言っても 僕も結構いろいろ荷物持ってるんで、バババッといきますね、色々、はい、で、これパソコン、まあみんな持ってるんでね、これはあのパソコンは子供の写真貼ってます。はい、なんか手作りです。手作りです。これね、あのステッカー作れるとこで作ったんですけど、ミニマム60枚、あと家に50枚ぐらい欲しい方は言ってください。あげます。はい。まあこんな感じ。はい、すごいですね。子供への愛が伝わってくる。伝わるでしょ。で、あとこれちょっといいかな、あの保育園の、ああ、大事ですね。お迎えとか、ね、大事ですね。怪しいやつだと思いますからね。そう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 、すごいあの気を使ってますあのみんなに必要以上に挨拶してますよ僕は。はい、浸透させてるんですね。そうですで、次はね、これは メガネかけるんですね。あ、はい、マスクすると結構曇るんです。あ、確かに。これはあの曇らないやつ、メガネ、まあ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 、あのでケースに入ってるんですね、すごい使いやすいから、はい、でおしゃれじゃないですか。あとは、まあ、この辺のアルコールとかメガネ拭き、ああさすがですね、まあ、常にこの辺は置いてます、うん、結構いろいろあるな、そういうとこ、これマスク、はい、あで、あと手袋ね、寒いんで衛生用品が多いです、ね、そうですねそう、いやもう気をつけないとね。あ、そうですね。こんなちょっとあとこれはなんかコンセント類とかいろいろ、あの会議とかで使う。ポイン最近ポインター買いました。個人ポインター買いました。個人ポイント。なんか良くない。初めて見ました。それ会議でさ、自分でポインター出してこうピュッてやる。売ってるのも見たことないですけど、ポインターを。あ、しかも結構高性能です。うん、あの電池いらないやつ。ただ用意したけど、大体相手方もいるからさ、まあね、結局よ別で用意しないといけない、ね、もう一個買おうかな、もう一個買おうかなすいませんね、なんか。で、あと、まあこれエコバッグ、ハイヒール履いたシマウマさんのエコバッグ、これあの、まあ僕よくスーパーで買い物して買えるんで、まあ、これはアルリ大好きなんで、これはよく絶対入ります。で、あと本もね、ゆうしまさん、ワンドさん持ってたんですけど、僕も持ってます。で、ちょっとおしゃれカバー、うん、ブックカバーに入れてます。ちなみに中身、厳重無弁兵を終えあの
SF 超大作SF じゃないし、これリアルなんですよ。あ、リアルなんですよ。これ厳重無前どこまでそんな言っていいのかな、なんかあらすじとか大丈夫なんですよね、なんか後で怒られないですかね。まあまあちょっと喋り出すと7時間半ぐらい経つんですけど、旅行好きな方はぜひ呼んでいただければと思います。なんか結果的にはどうなるかっていうね、やっぱ呼んでいただけたらこう結構リアルな、あの現地での滞在レポートとか呼んでて、すごい楽しい。次行きましょう。これ最後、最後。あと僕靴好きなんで、ね、はい、あのそうだね、もう柴崎さんといえば、いやいや、あの常にこれは持ち歩いてます。これ前もちょっと紹介したと思うんですけど、ブラシ、ね、ブラシと靴べらと、布は、ちょっと汚れ落としと、うん、まあ、まあ、ほ、汚れ落としと、まあ、ちょっと磨くように、うん、で、はい、はい、まあ、なのでね、結構いろいろこうやって見ると入ってます。これあれですよね、あの会議中にたまにこうやってやってます。なんかバレてんの、今この話掴んでええわっていう時にこうやってる時これ使ってます。やってますね、やってますね。いやいや、あの出てる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 し、あの聞きながら、聞きながら、あの意味では聞いてる。そうですそうです。こんな感じ。あ、いやでもなんか統一感がこっちあるけど、ちょっと差し色的な感じ。なんかコーディネート上手な感じ。ありがとう。ずるくない？あんまり考えてないかな。まあでも結局ね、なんかそうなってんのかな。ね、ありがとう。はい。テイストがしっかり。たなんかかっこいい大人のカバン。いや、なんかこんな褒められたの久しぶりかも。だって見せないでしょ。見せない。カバンの中身が見せる？見せないですね。すぐないですね。まあまあ、あのなのでちょっと僕もあの勝田さんの中身すごい楽しみ。あ、マジですか。僕なんかのカバン、うん。なんか多分全然違うんだろうなと思います。もうそもそも生き様が違うじゃん。なので多分今似てる人もね。ね、うん、こいつらも。まあまあまあ、あの仲いいんですよ、知らないで仲良いすると全くね、はい、多分ペースが違うのは伝わってる、はい、はい、こんな感じで、なので、いや、ありがとうございます、はい、なんか貴重な、いやいや、期待感、まあまあ、物としては結構ですよね、いやいや、もうはい、そんな感じでいいかな。いや、ありがとうございます。はい、すいません、面白かったです。はい、ありがとうございます。アウトドア形式、うん、すごい。え、何、機材さ持ち歩いてるってこと？そこれむっちゃ便利なんですよ。引っ掛けられる、引っ掛けられる、便利。その時にめちゃくちゃ重宝。